さあ、ということで2月に入るとどうなるのか、見ていきましょう。5232再生ということなんで、でもそれなりに入っているわけでございますけど、操作性時間218.6、これあたりが、前月と比較するとどういう感じかっていうと、再生数はちょっと大きい。まあ、投稿数がね、だいぶ減ってますから、1月にだいぶ増やしましたから。それと比べると再生数との落ち込みはそんなに顕著ではないですし、なんなら、再生時間はね、伸びてるということなんでね、結構、傾向としてはそんなに悪くない。実は登録者もこの時に17人っていうね、結構お幅な不明を出してます。2日2回以上ね、増えてるってことは、ね、これは大きいですね。ということで、期間散歩が、どんどん来て、実はこれね、同じ数字っていうのは面白いですね。うちらしい安定感のある動画がこんな感じで出してきてっていうことで、あと、ロングショートのショートってなんだ ?335 って入ってきてますけど、これ何のかなと思ったら、あれですね、何回何倍機の、ショート動画ですね。ロングシートが長いやつのね、動画ですね。ちゃんとこれからのバンと伸びてきたってことで。で、ついに3位に、例の、前々から噂をしておった、YouTube の会員かけ止めのところが上がってきてます。前だったら、これね、そんな伸びてない217再生やってことなんですけど、前のね、動画ね、のところ、ここら辺でね、100再生前後でね、ワード1を取っておったってところを比べると、他の動画が全体的に底上げがかかっているので、実は、それで、3位に入ってはいるけど、実は YouTube の動画、そういった安定した伸びを見せる動画としては、その傾向をしっかりと見せているというものが、ここのデータの分析のところから、顕著なことが見えてくるというのが、ここで顕在化化してくるわけでございますね。まあ、竹の子が月の中から出てきたような感じのところですね、まあ、2月、3月ということでございますしね、そういうような季節に入ってきたというわけでございます。ここからどれくらい新芽が伸びるのかというところもね、一つ、傾向になってくるわけですけど、下の方を見てみたらね、これから新しい時代のね、訪れがね、少しずつやってくるわけでございますね。大物のところからね、ニョキッと伸びてきたんですけどね、エスカレーターっていうね、がありますけど、それがね、後々また、その動画が伸びてきたところへのところで話をしていこうかなと思います。とりあえず、今月のところに行くと、傾向としては、やはり、静岡の動画が強い。静岡の動画強くて、ソングショートってのが来てますよってことで、これがどういうことになるかっていうと、こんな感じですね。5230。これなんかボーンと伸びてきたりするのがありますけど、この頃はカステラジやってた頃か、登録者数100人。ここでちょうど100人いったぐらいだったんですね。この辺りで言ってたはずです。確かね。ということですね。あ、スカケ本店の味、商店リーダーとかね、あったね。これね、実はね、ちょっとだけね、普段とテイストが変わってありますけどね。これは、ちょっと珍しくグラフィックソフトとか使って、サムネイルを作ってみようっていうのをやってみた時期ですね。この動画、だから、地味にちょっと伸びてたんだよな。よいしょ。やっぱね、地味に伸びますよね。そう、本店の味ね、スラケの本店の味からね、メンマが消えてたっていうね、衝撃だったんで、あれは衝撃だったんですけどね、俺の中でもね、ということでございます。という感じで、やはり YouTube の動画が上がるときて、ここが新旧交代の傾向が出てきた、強くなってきたかなという中で、実はこっそりイオンファテステのね、白いイオンね、ずっと堅調に100再生以上入ってるってことで、トップ10のうち9位までからね、100再生以上の動画っていうのもね、やはり傾向としては、そこ明けが、ね、だいぶ来ているっていう傾向が見えますよねっていうのがあります。で、しかしロングシートこっちか。何回戦かで近鉄のね、特別席のやつだ。はいはいはい。まあ、これも、見てもらう方が早いんですけどね。まあ、実際の動画見ちゃった方が早い。別にうちのやつだから、開けてもいいですかね。大阪日本橋駅ですね。で撮ったやつですね。はい、これだけの動画でございますよ、というわけでございますね。っていうのが、伸びてきてたりとかってやります。まあ、これもね、ショートはやっぱこの傾向ですね。ポーンといったとたたーん。シャシャンって感じのね、やつだとしますよ。っていうことですね。傾向としてはこういうようなところが続いてくるのかな、というところでございますね。で、あとは、駅員間散歩で、なんかこの、
そう、普段はね、意外とこれの後のやつがあんまり入らないんですけどね、この時はね、結構関連動画で、一緒にね、見てくれる人も多かった。ってことで、例の黄金駅とかね、あんな線のところですね、の動画も見ていきたいなというところがあったりします。他にもやっぱ郵便関係の動画、特にね、やはりね、この時期はね、願書の受付とかそういうのがあったりするかね、とかで、郵便関係の、まあ、検索でのね、やつが増えたりするっていうのも一つ傾向としてあるかな。で、今月、この月出してるのは、大和八木駅、のやつとかか、やっぱ近鉄タミナ駅ですね、そうそうそう。が、ずっとリバイバル版が出てきて、で、ここで、あ、やろうとしてたね、解決ヤマペリアって言ってね、うん、ランダム機能で出てきた記事をね、サムね、知ってるかのようにね、語るっていうね、知ったかぶりコーナーみたいなのをやって、こういうので本当に増やそうってなりますね。あと2月4日に郵便マークの日、これはもはやね、日本人のね、常識でございますからね、低身長、カタカナの低からね、取ったと言われているこの、2月4日のマークの日、一応2月8日にできた時には、T のマークだったっていう話なんですけどね、上の棒が1本なかったっていう話だったりするんですけど、まあ、それはまたね、それの話です。というので、あらかたのをいろいろと語った動画とかも、あかったりとかしましたね、という傾向があったりしましたよ、と。さあ、という感じですね。他は何があった近鉄ターミナルやつずっと、1日2本投稿とか、まあ、この頃からずっとやってましたね。ずーに、13日に、上げて、とか。あとは、これね、コンプライアンス関係ね、肖像権関連のやつ。これもね、意外と入ってるんじゃないかな。44歳生入ってますもんね。うん。やはりね、この時は。で、やっぱ、長い長尺動画はね、再生時間をね、稼いでくれるというのはね、ちょっとありがたいことではありますね。この時の解析、は、やはり、それなりに、ね、需要があるということで、ね、法的なね、エビデンスチェックとかそういうのもね、徹底的にやったんでね、まあ、これで力入ってましたんでね。まあ、今だったら多分、1時間22分の動画だったら、80分か。まあ、8本ぐらいに分けてね、出すような感じになってたと思います。当時はね、こういうのがあったら、ドーンと取って、ガーンとエンコードかけて、バシーッと出すっていうね、やつも試してみてましたね。いやまあ、傾向としては、再生時間を取ってくるっていう意味では、いいのかもしれませんけどね。うん。だから、うちはね、どっちかというと、こうやって、こう出して、わーっと出したのを、最後にまとめ出しするような感じでね、まとめ動画みたいなのを作るような感じで、やっていこうかなと思いますし、まあ、そういうのをね、全部ね、もう、まとめサイトさんの方にね、どうぞ、どんどん作ってもらうっていうね、やり方もあるかなとは思ってますんでね、そういうような感じでいろいろ進めていこうってことですけど、まあ、動画自体はね、リバイバルなんで、そこまで話をすることはないのかな、ってことですね。特にこの辺りのリバイバルって、本当に、まだ切り張りをパチパチやったぐらいで、そんなに動画の作り自体は変わってないはずなんですよね。どうかな。あ、でもちょっとこの辺りとか出て、あ、この頃やっぱ見にくい。今この辺りとかもね、縁取りとか入れたりとかね、細かいところとかやっぱいろいろと修正かかってますからね。いや、2019年、まあコロナ前ですからね、ちょっといろいろと、風景、違うなっていうのがあったりしますけどね。うん、とかね、いうのがあったりしましたね、というような感じの、傾向があります。まあ、この辺りとかにワーッと伸びてますけども、あんまり、それ自体が影響を与えるというよりは、結構、古い動画のね、ところの傾向が強いのかな、という感じがありますね、というのが見てくれるかな、というところでございますね。これは、2021年2月ですね。なんともう30分も話してるじゃないですか。